あの、ああ、やんかね、はい、疲れてるね、最近ね。一日、しょっちゅう疲れてるよ、これ。いや、ね、ちょっとずっとね、背中のね、筋を痛めちゃってさ。あ、言ってたよな。これがね、こんなに疲れさせすね。それ、あれだよ、小田君。四十肩とか五十肩だよ。いや、その疑いもね、捨ててないんだよね、俺も。俺、一回なったけども、あれは一週間じゃなかったな。あれでも、俺もね、ちょっと丸一週間ぐらいかな、これ。あ、そう。うん。もうだいぶいいんだけどね。で、まだこう、油断をこう、できない。やっぱりさ、なんか、こう、多分不安でもあるんじゃないの？俺？うん。それは、この25年毎日不安と戦ってた。戦ってんの？うん。不安を忘れるために、酒を飲み、ギターを弾いてるんですよ。いいこと言うね。本当だよ。うちの、あれだよ、実家、震災で瓦ずいぶん落ちたら、お袋弱っちゃってさ、それ見て。瓦落ちて？瓦落ちてよ。弱るね。帯状疱疹になっちゃった。大変なんだよ。痛いらしいね。大変なんですよ。久しいてんだよっつったもん。瓦やめた方がいいよ。もうどうすんのんちゃん。普通のフラットのさ、あれにしてさ。だって途中まで瓦屋根で組んだのそうやって直せんの？途中からうちの向かいのうち直してよ全部。あ、本当？ソーラーにしてないんじゃない？それは極端じゃない？なんで？表が日当たりいいの？いいよ。じゃあいいじゃん。何もないもん、ビルもないから。じゃあいいね、ソーラーもね。それからあれだよ、足の開きとか直せよ。ちょっとさ、そうだ。俺もお心アジ取りてひっくり返っちゃうからだって。でだからそれをさ、ぐ、うん、ーって下に降りるようにさ、まあ考えるよ。ウィーンと降りる。紐かなんかでさ。ずいぶん金かかんねえそれ。紐でいいの、紐で。あ、紐の、うん、あの昔のあの国旗あげるあれみたいに。そう。いやーだって河原。で河原何やめてやって、何河原の代わりに何乗せてんの？いや普通のやつやってよ。普通の屋根ってどういう屋根なの？普通のなんか、なんつうの？プラスチックみたいな。ああ、あれ、うん、簡単に買えれんだ。やってたね。あ、そう。うん、ちょっと、親に言っとこう。なんかね、うん、すごいなんかあの、震災でかかったからね、うん、熊谷もすごい被害多くてね、うん、お盆ぐらいまでね、屋根直せないんだって、結局。いや、だからその直してたところのさ、うん、隣の家が河原でさ、うん、落ちてた、落ちちゃってて、お宅が帰れてよかったわねって話したもんね。あ、やっぱそうなんだ、うん、そういい話聞いたな、うん、あれ小田君、そういえばこの前さ大阪でなんかさ、うん、インディアンカレーばかり行ってなかった？行ったよ。でも2回だよ、行ったって言ったって。2回行きゃ自分でしょ、3泊してんだから。そう3泊中2回だよ。まあそうだよね、うん、しかも1泊は夜ついてんだよ。そうだよね、うん、だから1日1回食ってるってことだよ。なんだよ、考えてみてよ。もうちょっと食いたかったな。しかもな、チャレンジしたんでしょ。何年か前に。いや、2日目にちょっとカレースパゲティしたんだよね。ちょっとどういう食べ物なの？俺食べたことない。いや、スパゲティにさ、またミートソースが乗るじゃない。あれがカレー乗るだと思ってよ。じゃあ何、ただライスがスパゲティの麺になったってだけだから。そう。うまいなんだ。まあだからさ、途中からライスが恋しくなるよね。ということ、つまり失敗したってことなの？失敗とも言えないんだよ。でもさ、うん、ラーメン屋でさ、冷やし中華食ってるとさ、うん、途中から普通のラーメン食いたくなるじゃん、なんか。なんかね、うん、恋しくなる。あれに近い、ね。恋しくなるんだ。そう、恋しくなる。ってことはもう二度とないね、これは。うん。で、思い出したんだけど、20年前に一回そう思ってんだよね、俺。え、食べたの？一回食べた、20年前。あ、そうなんだ。で、その時も、二度とないなと思ったんだよ。20年周期でまた来るかもしれないね。ずいぶん長いタームだね、これは。66の時に来るかもしれない。そう、66でもう一回スパゲティが、うん。でもあれ食べてる人見るとさ、インディアンカレーでさ、ちょっとツーな感じするよな。あれが、なんかそそるのかな、うん。俺もなんか、行ってみたいなって気にするんだけど、でもついつい行けない自分がいるんだよな。いや、なんかね、この、福神漬けの代わりにあのキャベツついてくるんじゃない？酢漬けみたいな。酢漬けのね。あれをさ、皿に入ってるんじゃない？入ってる。あれをね、うん、福神漬けのようにね、皿の横にピュッと置いて、おじさんがいてね、うん、ちょっとかっこよかったよ。あ、じゃやり方があるってことそれ。まあ、その人だけかもしれないけど、割とかっこよかったね。やるなと思ったんだよ。そうなんだ。ルールがあるね。だからもっとちょっと追求しようかな。でも、たまにしか行けないからね。たまにってしょっちゅう行ってんじゃん、最近大阪。いや、行ったら必ず行きますよ、僕は。2回しか食ってねえって言ったからね。いや、だって、本当はライス、スパン、ライスって、それで締めたかったんだよね。じゃあ最後ライスじゃなかった分寂しかったってことだ。寂しかったと。俺が東京帰ってきて丸の内のインディア行こうかと思ったもん。あ、そう。リベンジに。リベンジに。なるほどね。
あんまり最近もういろいろ食い物とか冒険してなっちゃったね。冒険しないね。一切しないね。もう東京にいてもなんかもう外すと嫌なんだよ。だって京都は桃汁しか行かないでしょ。行かないね。桃汁大阪だってもう最近あれだよね、行くお好み焼き屋さん、うん、なければ、うん、近所でなんとなくだもんね。そうそう、近所でなんとなくね。この前行ったのはなかなか良かったらしい、狭い場所ね。あ、あそこね、お店、あの2日目、2日目、2日目の方、うん、2階の方、2階、何食ったっけあれ。初日に行ったとこはさ、うん、なんカフェみたいな感じで打ち上げしたんだけど、うん、入った瞬間にラストだって言われたんだよ。どうしたの。で、で、うん、あ、そうなんですね、しょうがないからワインとか食べまくってたの、うん、ボトルで、うん、いっぺんに時間ないのに、うん、で余っちゃって、でも結局ね、あと30分で店閉店って言われるんだけどね、うん、2時間ぐらいいたね。本当かよ、うん、だってなんか1階でね、常連みたいなのがね盛り上がってんだよね。ああ、じゃあもう常連さんが買えないから閉められない、入れるなと思って。なるほど、で、いたんです。そうか、うん、この前2 days だったからさ、うん、あの俺は2日目喉が辛いと嫌だからさ、ついついあの、うん、打ち上げ出ると喋っちゃうんじゃない、はいはい、喋るのが喉に悪いって医者に言われてるからね、うん、あの初日の打ち上げは出ないんですよ俺は。なるほど。そういうことが起きてたのね。そうそう、まさにそう。もう全く何も見せなくてさ。ああ、そうなんだ、うん、でもちょっとずれればあんだけど、あ、もう人混みはもうダメだね。そうだね。渋谷とかもほらクワトロで行くときさ、すごいじゃん、うん、日曜だから人クワトロ着くまで大変だもんね。あれ池袋で行ったらね、全てがビッグカメラの前だよあれ。すごいよ。まあ分かりにくいのが分かりやすいの、確かに人は多かったね。ダメだあれ、うん、なんかもう前からうまくいく方法。でもさ、なんか別に世界中いろんなさ、うん、ところ行ったわけではないけれどさ、うん、渋谷みたいに混んでる街ってないよね。そうだね、ないね。だってロンドン行ったってさ、ピカデリーサーカス行ったってあんなに混んでないじゃん。混んでないね、確かにない、ね、台北の真ん中行ったってあんな混んでないしさ。あ、韓国は結構混んでる、ね、韓国混んでんの。俺韓国行ったことないから。韓国結構混んでるしね。ああいう混み方すんの、うん、渋谷みたいにトロトロ歩いてたらね、うん、地元の仕事してる人にね、うん、怒鳴られるね。もう早く歩けみたいな、ダーンって。そうなんだ、うん、結構せっかちゃんになっちゃう。そうみたいよ。あのもう「燃えよドラゴン」の最後のさ、うん、ハンみたいになっちゃうよ。ダーンみたいな。それもう必死でやられるからそういう顔になってるんでしょ。そうそう、別に歩いてる人やられるわけじゃないじゃん。いやでも韓国着いたらさ、あのなんだっけ、あのツアーコンダクターがいるじゃないですか。いる。天井みたいな、うん、あの人に、あの皆さん踊ると思うんだけど、うん、みんな喧嘩してるわけじゃないかって先に説明あるもんね。そうなんだ、うん、みんな喧嘩腰みたいに見えるんだ、うん、これ普通なんで喧嘩してるわけじゃありませんからっていう説明受けるからね。もう国民性なのかな、うん、あの時そのバスでなんかホテルまで行くんだけどさ、うん、そのなんだっけ、天井にだっけ、天井のおばさんがさ、うん、後ろのなんか女の子2人組がいたのね、うん、でなんかでっかいサングラスしたんだよ、うんうんうん、ちょっとお世辞だと思うけど、うん、あなたムービースターみたいですで、すいません、そのサングラス娘はどう返したのそれに。でちょっと上機嫌なんだよ。上機嫌な、まあ、パリス・ヒルトン気分なんだ。で帰りもそのムービースター一緒なんだよね。ムービースターかな、うん、で帰り強制的にキムチ博物館に寄らされるんだよでもさ、韓国滞在中にさ、もう嫌というほどキムチが食ってるわけで、なるほど、なのにキムチ最後の最後にキムチが食ってから寄るって、そのムービースターが後ろでこう言ったんだよ、うん、キムチもういいって言ったムービースターがね気持ちわかるな、それ最後の最後のキムチ博物館、俺もねきつかった。それなら小田君あれのきついよ。え、一番最初にさ、あのコレクターズがさ台湾でライブやった時のさ、うん、あの天井員覚えてる、ね、覚えてるよ、ね、うん、あの親戚のおばちゃんみたいな天井員、うんうん、それであのツアー会社がさ、うん、まあ、気使ってくれてさ、俺たちだけのためにさ、行きでさ、うん、マイクロバスみたいなのさ、うん、ちっちゃいの用意してくれたじゃん、うんうん、
だから添乗員対俺たちみたいになっちゃったね、あの時ね。しかも俺が一番前のってさ、みんなのさ、おばちゃん添乗員無視してたじゃん。そうだね。で、俺だけ乗ってたんだよ。で、じゃあクイズ出しますよ。皆さん。出した出した出した。なんとかなんとかね、なんとかって当たった人には、これあげますってあげたのがビーフジャーキーだったじゃん。そうそうそう。みんな、全然参加しなくてさ、それに。俺だけ必死に参加してたんだよ。あの人、キさんって言うんだよ、ノリって書いて。キさんね。うん、ね、うん。で、コレクターズの T シャツあげたらさ、来てたね。来ちゃったじゃん、おばちゃんが。帰り空港で来てたもんね。空港で来てたじゃん。気に入っちゃったんだろうね。うん、ライブ見に来たな。見に来たよ。それで、息子のためにもう一枚言ってた。それで息子のために娘のあげたんだよ。あげたね。したら喜んじゃってさ、まあ、次来た時も、絶対よろしくお願いしますっつって、うん、でね、俺たち帰ってきたじゃん、うん、でその後さ、うん、あのほらツアー会社結構よくしてくれたから、はいはい、もう個人的にね、俺家族で行こうと思った時に、うん、お願いしたの、うんうん、そしたらでもただ一言ね、うん、あのこの前の店長にはちょっといい人なんだけど、うん、すっごいおしゃべりだから疲れるから、うん、あの人じゃない人にしてもらっていいですかって言ったの、うん、そしたら、うん、あ、分かりましたっつって、うん、でとりあえず着いたら、うん、またすっごいいい計らいでさ、うん、うちの家族だけの車用意してくれたのよ、うん、ラッキーと思って、うん、そしたら男の人だったのね、うん、で日本人だったの、うん、で奥さんが台湾の人らしくて、うん、あ、まあ、日本人でもすごい話も早いし、うん、俺であよかったね、この前の木さんじゃないから、うんうん、こうリラックスしていけるなと思って、うん、ホテル着いた、うん、じゃあ木さんに連絡しておきましたって言ったのそれでまさか連絡したっつったって、これはもう、まあ、帰りもしかしたら来るのかなって思ってたら、うん、3泊ぐらい行ってたんだよ、うん、2日目の朝9時、うん、電話が鳴ったわけですよ、うん、台湾に知り合いワンフしかいない、うん、しかもこんな朝かかってくると撮った瞬間に「キです」って言って「ああどうも」って言ったら「今下にいます」って言って、これから仕事なんでちょっと会いたいんですけど来てもらえますかって言ったら、もうビーフジャーキー抱えるもの持ってきてさビーフジャーキー好きなの、でもあの時俺が美味しいって言っちゃったんだよ、そしたら今回ごめんね、つけなくてごめんねって言ってこの10時から私ガイドに行かなきゃいけないからって言って30分ぐらいのロビーでずーっとビーフジャーキー持ったままその人と話してたまあいい人なんだけどさ、いい人なんですよ、そういうこともあるよ。あ、そう。でも台湾すごいのんびりしてていいね。そうだね、うん、暑いけどね。暑いけど暑いの平気な俺も、うん、参ったね。アジアの暑さってねジメジメするからね。そうそうそう、あれ結構体に応えるよね。あ、ビールはなかったけどその分でも暑いね。暑いね、うん、ライブハウスは寒かったけどね。そうなんだよ南国って部屋でとね、部屋っていうか、うん、店とか入ると本当こたつ前だとパチンコ屋じゃないけど寒いんだよね。そうそうそう、ジャンパー貸し出ししてほしいね、うん、各店でね。本当に寒い、不思議だろうな。だからまあ北海道もさ、うん、どこ行っても暑いじゃん。暑い冬ね、うん、まあ、あれの逆バージョンだね。だからお店なんか行くと汗かいちゃうもんな。でも日本もやっぱりその冷房効きすぎるからね最近ね。今年はちょっと節電で分かんないけどさ、うん、本当に長袖持ち歩かなきゃダメだね夏も。嘘、俺はもっと持ってるよ。そんなにはないでしょ。いや飲み屋でほら俺飲むからさ。寒くなるの？寒くなるんだって。しかも冷たいもんばっか飲んでるから体も冷えてくるじゃん。やっこも食うでしょ食わなきゃいいじゃん。いや冷たいのやっぱいい。やっこも食うでしょ。やっこぐらいしか食わないもんな。やっこ食うよ。でことは湯豆腐かな。好きだけどね。好きなの？湯豆腐大好きですよ。うん、子供の頃があんな嫌いだったけどね。俺嫌いだったな、うん、どういう食べ方してたの？古市家の湯豆腐がまたかっこいいんだろうなこれ。いやいや普通にだよ、何ていうの、何として食べてたの？おかず？俺、うん、俺はもうおかずっていうか、あんまり俺は食わなかったね。親父でしょ、うん、晩酌のついでに、うん、やってんでしょ、なんかグツグツ。そう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 、うん、俺はなんか別メニューだった気がする。ほら別メニューだよ。俺ね、言わせてもらうけどね別メニューありえないからね、埼玉行くと。湯豆腐で飯食うの？もう湯豆腐で飯食わされるよ。食えないよ、ね、食えないよ、そりゃ食えないよ
だからおのずとね何が活躍するか分かる光沢が、ふりかけ、ふりかけだよその通りだよ、のりたまだよ、のりたま人生になるわけだよそこから、うん、すき焼き風味ってやつね、厳しいよすき焼き風味とか、そうあの時嬉しかったねすき焼き風味、すき焼き風味、いや俺嫌だったもん、すき焼きすっげえ好きだった俺、三色ふりかけでさ、うん、明太子が残るようなフィーリングだったんだよね、うん、えごま塩でしょ、ごま塩俺好きだったから、またすごいこの男ごま塩がね最後まで残るもんなんですよ、田舎行ったら、だってごまと塩だよこれ、だからツーウェイだよツーウェイ、そのシンプルさにやられるんですよ、よく言うよ、ごま塩ごま塩のりたまで食ってるのよ、こっちもすき焼きって書いてあるだけでもう行くからね、これすき焼きあんだって思ってすき焼きはなかったな、盛り上がったな、いやうまかったよ、なんですき焼きだよと思ったもん、すき焼きなんだよ、食えないからすき焼きだもんね、それがやったんだよなんかさしょうがないじゃんだってなんかさ、あれ寂しかったな、のりたまはでも定番だったね、まあね、うん、今みたいにいろんなもんなかったからね、うん、でも好きだったよ、後に大人のふりかけなんか出てきたね、出てきたね、俺がね今ね今でも好きなのはね、サルカニ合戦ってふりかけなんだよね、前から言ってんだよサルカニ合戦、これぜひみんなスーパーで見かけたら買ってほしいんだけどね、どういう味なの、まあ味濃いね、味濃いね、味濃い、うん、結構ケミカルだね、ケミカル、うん、ケミカルブラザーズ、昔の味付けのりを思い出すぐらいの味付けのりな、あ今の味付けのり味薄いじゃん、薄い、あの昭和のさ味付けのり覚えてるでしょ、すごかったね、もうくっついちゃうやつ、くっついちゃう、もうああいう感じがペタペタしちゃうね、あのぐらいのこうインパクトがあるね、どこで買われるのサルカニ、スーパー、俺はねいつもスーパーにね、うん、たまにあるんで、そのネーミングは何なんか関係してんのその内容とか、カニが入ってんの、全然入ってないよ、ただそのパッケージにサルカニガスの絵が描いてるだけなんで何じゃ何味具体的に、トマトのりとね、かつお節みたいなのが入ってるね、これだからね酒のつまみもいいんだよね、手のひらに振ってさ手のふらに何振ってなめんの、なめながら飲んじゃう、飲むね酒で、それは俺の友達のケイジ君なんてそれで一目あげちゃったんだよ一晩で、そうアメリカだったらそれコカインと間違われるよ、それ本当はね本当うまいんだよ、そうなんだ、でね、あのたまに行くね麻布のね、あの、うん、とんかつ屋があるんだけどね、うん、そこに卓上に置いたんですよサルカニ合戦、うん、そうするとねそのサルカニ合戦の中で、ね、丼飯1個いけちゃうんだよね、そんなにうまいの、サルカニとんかつなくても食えちゃう、とんかつ屋行ってんのにとんかつなしなしでも食えちゃう、本当かな、本当なんですよ、ぜひね食べてほしいんだよねリスナーの皆さんに、サルカニ合戦ね、うん、あと瀬戸風味もおすすめだけどね、瀬戸風味、瀬戸風味もいいけど、うん、サルカニ合戦の日じゃないね、瀬戸風味はね上品なんだよサルカニ合戦に比べると、うん、サルカニ合戦はね、うん、こうやっぱねこう昭和が掘ってんだね、まあ味の濃さなんだろうな、うん、こうだとなんかこう強引さっていうかね、うん、持っていき方があれがね家にないと不安でしょうがないもん、これで今でもあるの、今でもありますよ、すごいな、もう他弁当は買ってみるたまに、うん、かけるもんね、トッピング、トッピングですよ、へえそんなのり弁とかの上ののり剥がしてなかったことにしてくれるからね、なるほど海苔がなかったことして、うん、そうそうそう、海苔超えちゃうんだ、じゃあ海苔は、海苔はもう最初海苔だけ食っちゃって食ってんの結局海苔は食うの好きだからねなかったことにするっていうからもう捨てちゃうのかと思って、小田君のことだから、だから弁当はやっぱ海苔弁が好きだから海苔弁買いたい、海苔弁いつも食べてもんね、なんでなの海苔弁、あんなにメニューがある中で必ず海苔弁じゃん、海苔弁じゃないよなんで、あのシンプルさがいいんだ、シンプルさがいいね、うん、海苔弁にかけてんだよね弁当屋も、そういうもんなのかな、うん、分かんない、でも必ずあるもんね海苔弁ってね、うん、ただもう今ね、あの普通のほかほかホットモットとかさ、うん、ああいうところの海苔弁は食わないけどね、何食ってるの、どこの海苔弁、なんか普通のまあ個人経営みたいな、ああそういうことね、うん、チェーン店じゃなくて、うん、あそういうところじゃないと食わないね、またチェーン店としてもまあ 3,4 軒しかないとこね何こだわり、ビッグチェーンはねやっぱねダメだよ、何がやっぱり雑なの、雑だしね、今あの金ぴらごぼうも食えないよまずくて、あそう、あ金ぴらだよね、金ぴらごぼうはまあ全然ダメだね、仕事は雑すぎるね、やっぱ安いからってね、うん、まずいのは僕嫌なんですよ、
そりゃそうだね、うん、高くてまずいと思ってないけど、まあそりゃそうだそれは一番許せない、うん、あれだよ、安くてもうまくないけど、これからね、うん、もう、ま、ね、不況にどんどんなっていく中でね、うん、いけないですよ、ね、そうね、随分語るね、のり弁ね、のり弁はしかもね、うん、買ってね少し放置した方がいいんだよね、なんで熱々より、なんでの、少ししんなりしたぐらいの海苔がいい、海苔が、随分言うね、海苔だから、海苔弁買ってちょっと公園まで歩いたぐらいの時間帯がいいねどこの公園まで歩くの、公園で、公園で海苔弁みたいな公園海苔弁って言ったら最高なのね、そう、でもこの季節いいんじゃないの、みんな寂しい感じするけどね、公園で海苔弁って言うと、いや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 、かなりいいよ、営業制限制限の悪いサラリーマンみたいな感じするよ、いや、そういう人は食うからでしょ、うん、だからこっちは普通にね、あの、まあ、オフの日でもね、なるほど、今日はちょっと昼海苔弁だなっつって、なるほど、ランチフィーリングで、ランチフィーリングでさ、公園でこうね、ピチクパチク鳥肌されてる、されてる中でね、いいよ、飲み物なんだ、そうだ、飲み物、まあお茶だね、普通じゃねえかよいやだってさ、それね、チキンカツ弁当食いならコーラ飲むのはね、まあ、18歳までだよ、俺飲んでるよ、おかしいよ、俺も年がら年中コーラだ、コーラいいけど、うん、やっぱご飯とコーラではね、ご飯とコーラだよ、いやおかずとコーラならいいけどね、そこに白飯が入ってくると、うん、コーラ許されない、そこにコーラダメだね、俺ね、いやーコーラいっちゃうな、あと寿司とコーラとか好きだな、なんかアメリカっぽいよね、クレイジーだけど好きだな俺も、いやクレイジーじゃないよ、全然いいよ、コーラはまあ割と何でもいけるけどね、カリフォルニア巻きとコーラみたいな感じになるじゃん、これカリフォルニア巻きは食わないけど、うん、だからコーラがあるとヒラメとコーラな、うん、だからさ、それでもいいじゃん、なんかインターナショナルな感じすんじゃん、コーラするね、うん、するよ、コーラ何でもあっちゃうよ、だからコーラ合うね、うん、コーラとそういうのは敵なしだね、敵なしだよ、コーラとそういうのは本当にね、だってほらピラニア食ったさ、あそう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 、ムツゴロウさんだってね、醤油は魔法の調味料っつってね、そうだよ、何でも合うんですよっつったもんね、ピラニアにかけたんだっけ、ピラニアにかけたので現地の人が食っちゃダメだったんだそうだよね、うん、よく洗えば平気っつって、ね、そうよく洗えば平気っつってダメだろって絶対だって真似しないでくださいってテンポ入ってたよね、うん、当たり前だよ、そうそうそう、食ったからね、手作りのジャムかなんか作ってね、そう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 、ジャム作ろうかな俺もそろそろ、なんでだよなんかさちょっとさ脱サラしてペンションやる人の気持ち分かってきたんだよね、えペンション手に入れん、ペンションやりたくないけど、うん、ジャムは作りたいね、光沢でも合ってるよね、ジャムペンション愛しのレイラペンションレイラレイラ、あクロスロードだな光沢の場合ね、あそう、うん、ペンションクロスロード行きたくないね、迷うねなんかね、ペンションクロスロード行きたくないな、ペンションクロスロードな、ブルーズ語ってんの親父が、何やいのヒゲ父さんみたいなのが、ヒゲ父さんになりたいけどね、うん、ブルーズクロスロードな、ペンションクロスロード、うん、なんやだな行きたくない、いや光沢ができるって、ジャム作ろうかな、ジャムの方って別にあれなんで砂糖入れて煮えないんだろ、まあそうだけどさ、うん、そう言うけどね、うん、作ろうかな、あんま甘くないやつまあ、真っ赤なやつって言うよ体に気づかってるよね、うん、ハーベストに送ろうかね、ハーベスト静岡、うん、終わり、はい、コレクターズは今後ですね、うん、クワトルマンスリー中ではありますが、はい、9月の25日のですね、夜音にこう集中してね、あのお知らせしたいと思います、お知らせ広報担当としてはね、うん、そうなんですよね、うちの官房長官だからね、うん、だってクワトロの6倍入んだもん人が6倍入んのあそこ入るよ、そっか広いね、そう思うとね、うん、ねちょっと震えるね、まあ震えないけどね、まあアックスもさ、うんね、もアックスのじゃ何倍、皆さんのアックスのまあ3倍、3倍か、うわーでけえな、まあ、ちょっと力貸してほしいんですよね、なるほどね、まあ、これちょっと前売りが伸びないとうちの社長また機嫌悪くなっちゃうね、これね、ほんとにこれ早いこと社長の機嫌を収めないとまずいよ、これちょっとね、もう前売りが伸びないと俺もなんかその気にならないんだよねもう9月だからまあ大丈夫だよ、9月でしょ、あっという間だよ、だって俺この間の正月だと思ってたんだから、そう前だけだっつうの慌ただしくて
まあいろいろ、まあね、そうマンスリー桑田のマンスリー中だからそちらも8月まで来てください。とにかくね、一つ忘れてほしいのは、うん、今年25周年ってことをね、なんかね、うん、ちょっとそういうムードじゃなくなってきちゃったからね。俺もなんかさ20歳の時はさ結構さ早時期からさおめでとうって言われたね。そう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 、やっぱ25ってキリがなちょっとあれなんじゃない、20、30って言われたら。そうだな、うん、30できるか分かんないんだよ、うん、みんな。まあそりゃそうだけどさ、あんじゃないのそういうのが。20の時と違ってね、30保証できないよ今、みんな体調もあるんだから。随分なんか火災保険とかのなんか営業マンみたいになってきちゃったね、なんかね、小田君ね。30年は保証できねえよみたいなさ。そうなんだね、うん、まあ何でもまあ保証はないってことだよね。そうね、保証なし、まあ、そこまで行くしかないよこれ。なんかあれ次の会議待ってんなあれ、うん、じゃあもう行きますか。じゃあまあお別れの挨拶を、そうですね、Do that download. 池袋交差点24時。